はい、こんにちは。今日はですね、前回にお話しした、那覇に住む上でのその特徴、メリットやデメリットっていうのをお話しした動画がありました。で、それを、4つの地域に分けてお話しますよっていう話をしてました。で、今回はそれの中部編です。中部編をお話ししていこうと思います。前もまあ同じ前振りしたかもしれないんですけど、まあ、この動画を初めて見るという方もいらっしゃると思うので、一応ね、那覇編も概要欄には載せておくので、もし移住の那覇で検討している方はそちらも見てみてください。で、沖縄移住する上でね、住む場所やっぱり重要だと思います。で、やっぱ沖縄ってね、違う文化があったりとか、やっぱり交通網の問題とかいろんなことがあって、やっぱ想像できないし、事前にね、自分の住もうと思っている場所のことは知っておきたいという方はすごい多いと思うので、その、住む場所、居住地域の特徴をこの動画でお話ししています。で、今回は中部ということなんですけど、中部といってもね、面積非常に広いので、今回はね、浦添市と宜野湾市というのを、代表例として挙げながら、撮っていこうと思います。浦添市と宜野湾市、聞いたことある人も、多いと思います。那覇のね、隣町ですね。那覇の隣が浦添で、浦添の隣が宜野湾というふうになってますね、で、中部地方に住むメリットからお話ししていこうと思います。中部地方にはね、大型のショッピングモールがあります。というのも、やっぱ買い物のしやすさっていうのはね、移住する上で非常に大きいポイントになるんですね。で、この買い物のしやすさという点では、まあ、スーパーとかもあり、コンビニもあると思うんですけど、やっぱり女性であればね、服とかも買うじゃないですか。そうなるとショッピングモールがあると、非常に嬉しいと。ここで最近、本当最近2019年なんで、まあ、今年っすね、今年にオープンしたパルコシティ浦添西海岸っていう大きいショッピングモールがあるんですよ。これが中部地方にあります。でね、まあ、浦添のね、非常に綺麗な海沿いに立ってる、ショッピングモールでして、まあ、中にはフードコートとかレストラン街とかもあって、まあ、綺麗な海見ながら食事なんかもできるね、非常に大きいショッピングモールになってます。これが中部地方にあるんですね。こういうところがあるんで、買い物には、いかんせん困らないかなと思います。はい、次、高速道路へのアクセスが簡単。というのもね、沖縄ってね、沖縄県の高速道路っていうのがね、那覇市から、名護市まで、走ってるんですね。で、この高速道路へのアクセスって、おそらく那覇よりも浦添市とか宜野湾市の方が高速道路に入るのが簡単なんですよ。っていうのが、那覇市っていわゆる入り口であり出口なんで、そこまで行かないと入れないけど、浦添市とか宜野湾市って途中の入るところがいっぱいあるところになるんで、例えばちょっと北部行こうっていう時もすぐにパッと高速乗れる。で、片山ちょっと急いで那覇行かなあかんっていう時もパッと高速道路乗れたりとか、まあ、非常にね、便利なんですよ。なので、そういう、まあ、移動、車での移動を便利にしたいという方はいいのかなとは思いますね。はい、次、家賃が比較的安いということですね。まあ、比較的っていうのも、でも那覇と比較してますよ。那覇と比較してるんですけど、その僕が個人的には最も大きな中部の魅力なんじゃないかなって思ってるんですね。商業施設とか、もちろんさっき言ったショッピングモールもあり、コンビニもあり、まあ、スーパーもあり、何でもあるんですよ、やっぱ中部って。なのに家賃は意外と安いっていうね。まあ、宜野湾市とか、しかもこう新しく建設されてる新興住宅とかもあったりするんで、綺麗で安い部屋が意外と多かったりします。ね、僕の YouTube チャンネルでね、住む場所についてっていう動画があるんですけど、最初に住むおすすめの場所っていう動画があるんですけど、ここで宜野湾市を最もおすすめしてるので、そちらも見てみてください。で、ここまで3つメリットをお話ししてきましたが、まあ一応ね、デメリットの方もお話しておきますね。車がほぼ必須であるということですね。これ那覇の動画でお話した時は、車がなくても最悪なんとかなるという話をしたんですよ。ただね、中部ってなってくると、もうほぼ車やバイクはもう必須だと思ってください。公共バスとかはね、もちろん走ってるんですけど、まあ、過去の動画でも言ったようにね、時間通り来ることってほとんどやっぱないんですよ。まあ、かといってね、買い物のたびにタクシー使いますっていうわけにもいかないじゃないですか。なので、もう自分の移動手段は確保しとかないとダメと思っといた方がいいと思います。飛行機ほんま多いな、ここ。デメリット2つ目、道が混みやすいということですね。中部にはですね、その国道58号線っていう大きい国道と330号線っていう2つの大きな道路があるんですよ。で、車の行き来とか流入とかものすごい激しいんですよね。だからね、道がとにかく混みやすいっていう特徴はあります。で、ただやっぱり車社会で、先ほど言ったようにやっぱり車という移動手段が必須の上では、やっぱり道が混みやすいっていうのはデメリットになりやすいので、ここはもう認識した上で、もう中部は道が混むっていうことを前提にした上で住んでいただいた方がいいかなとは思いますね。ということでね、
中部地方に住む上でのメリットを3つ、デメリット2つ、お話してきました。デメリットね、バランス的にね、いやちゃんと3個出したかったんですけどね、意外と中部地方僕すごい好きなんで、デメリットあんま見当たらないんですよね。ぐらいやっぱ中部地方は個人、筆者個人としては最もおすすめしてます。まあそれは年齢層にもよりますけど、僕とかぐらいのやっぱ働き盛りの人間は中部地方ってすごいいいんじゃないかなと思いますね。必要なものが基本的に全部あって、家賃とか駐車場は比較的に安いみたいな、なんとも都合のいい場所になってるので、ぜひ参考にしてみてください。ではですね、また次の動画では残るは南部、北部っていう地方が残ってるので、ここのお話もまたしていきたいと思います。ではね、何かリクエストありましたらメッセージの方お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。